リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。今日は2021年買ってよかったものもらってよかったものランキング、パチ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 ということで、はい、今年2021年に人からもらったり買ったりしたものの中でよかったものランキングを発表したいと思います。はい、ということで第1位、一番本当に今年良かったもの、早速リビングの方のね、キッチンの方に行くんですけれども、こちら食洗機。こちらね、4月ぐらいにご友人からいただいて、ご友人が引っ越しをしてね、引っ越した先にもう食洗機がついてたと、システムキッチンに。で、もともと使ってた食洗機をあげるっていう話になってもらったものなんですけれども、こちらはパナソニックのやつですね。形式的には多分古いと思います。はい、ほんと毎日使ってますこれ。設置も楽でね、こういう分岐するやつを水道につけて、でホースで水が流れるようになってて、あとコンセントを挿して排水をねしっかりするだけで OK で、で軽くまあ下洗いみたいのをして、まあ、水でねカラーっと洗ってファッと入れるんだけど、それをもししなかったとしても結構な洗浄力があります。で今はねこのフィニッシュっていうこの洗剤を使ってるんだけど、本当にちょっと量をね大さじ1杯ぐらいかな入れるだけでしっかり洗わさっていてね、めちゃめちゃ良いです。たまにこうこびりついた汚れとかは2回洗ったりとかしないと取れない時もあるんだけど、あとはちゃんとこびりついてるやつはゴシゴシ洗ったりとか、油汚れにはちょっと弱い部分はあるかなっていうところ、でもそういうのもちゃんと下洗いとかをすれば全然取れるし、めちゃめちゃいい。で私そもそもね食器とかご飯食器洗うのは全然するんだけど、でご飯もよく作るんだけど、食器洗いでねすごい手が荒れるのよね。今はちょっとあんまり分かんないかもしれないけど、そうすごい手が荒れる傾向にあって、食器洗いするとねもう指の皮がベロ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 剥けるのよね。でそういうのもなくなって、今年はね季節の変わり目でも指が割れたりっていうのがなくて助かってます。本当にこれはねもらってよかった。ほぼほぼ2日に1回ぐらいはこの食洗機使ってると思います。結構料理するんで、ご飯食べてその後ポンポンポンって食べたやつを軽く水洗いだけして入れたりとかするだけでいけるんで、かなりいいと思います。では第2位、第2位はですねもうあそこに見えております。これはね買ってよかったものなので、まあもらってもよかったもの第1位で、買ってよかったもの第1位はこちらかな。ベッドです。はい、こちらはスイートデコレーションというところでね買ったダブルベッドになるんですけれども、まあもともと私この下に敷いてるこの布団はねダブルのやつを持ってたんですけれども、この上のね掛け布団もそうなんですけど、ダブルのやつ持ってて、その下にエアーの空気で膨らませるタイプのマットレスを使ってたんですけれども、やっぱ空気なんでね抜けるんですよね。でちょいちょいそれを入れなきゃならないっていうのと、やっぱり空気で入れてる、まあ、ゴム系のものなので、ギシギシというかギューみたいな感じの音っていうのがしちゃうんですよ。それがねやっぱ気になって、でまあ弟とねそれまでちょっと2人で暮らしてたんですけど、弟も就職決まって引っ越ししたので、大きいベッドちゃんと買っちゃおうかなっていうところで買ったベッドになっております。何歩したかな、9万ぐらいかな、 10万ぐらいしたのかな、ちょっと覚えてないですけれども、それぐらいしたベッドになります。これはね買ってよかったです。次、じゃあ買ってよかったもの第2位、パソコン周りの周辺ですね。はい、こちらの PC のデスクもそうですし、このチェアもそうです。あと今この部屋に設置している LED のライトとかも買ってよかったもののうちの一つですね。こんな感じでねなってるんですけれども、間接照明という形でねなってるんですけれども、パソコン周りのものに関しては本当に買ってよかった。すごい自分の理想のパソコンの状況にもなってますし、こう見るとあれだね、
あの5個のモニタープラス1個はそこにこうフィギュアを置いてるところがあるから、なんか6個モニターがあるみたいに見えちゃうね。あのまあそれは余談でしかないんですけれども、そこにねフィギュアがあるんだけど、もうこれもね本当買ってよかったね。自分の理想になる部屋、あの色合いを変えるとちょっとラブホテルっぽくなっちゃうんだけど、あのこの色合いね、今白系の色合いにしてるんですけれども、するとやっぱりそこの壁からあっちの奥とねこっちとの部屋の雰囲気が全然違ったりっていうのもあって、部屋の居心地がいい、家に帰ってきたいってめちゃめちゃ思うっていうぐらいすごいいい部屋になったなと思います。いやほんとね、この椅子もね使い勝手がいいんですよ。ちょっと目がどこのかはよく分かってないんですけれども、あの紫色のね普通のこういうゲーミングチェアなの、紫ってあんまなくて、見た瞬間にビビッときてこれだと思って買っちゃった椅子になりますね。でねこれもね何ぼしたかな、2万ちょっとぐらいしたのかな。でもすごい使い勝手が良くて、こうなんて言うんだろうな、いい椅子だなと思って、なんかねレビューを見ると壊れちゃったみたいのもあるんだけど、あの私は全然余裕で使えてて初期不良みたいのも全然ないですね。で、まあ、この辺のねキーボードもあの買ったりとか、あとはこの辺のねマット、ちょっとこの辺汚れてはいるんだけど、まあ、やっぱり毎日使ってるからねちょっとちょいちょい汚れてはいるんだけど、まあ拭けばなんとかなるんで、そうそうそう。でパソコンのねこういう周辺機器っていうものもいろいろ、私は紫でね全部揃えてるんですけれども、こういうのもねあの揃えてよかったなというところでございます。すごい居心地がいいよ、あの自分の理想のお部屋になりましたから、もう色合いさえちゃんとすればこういうサイバーな感じのねあのおしゃれな雰囲気になりますので、もうほんと色次第、これね色ピンクにするとそれはそれでちょっとあれだね、ちょっとピンクにしてみようか、ピンクにするとねこうなっちゃうの、ピンクはちょっと違うよねって感じなんで、白系の色にするんですけど、こうするだけでかなりおしゃれなお家になります。そして買ってよかったっていう言い方をするとあまり良くないかもしれないですけれども、お迎えしてよかったということで、ギョロメちゃん、そしてパッちゃんはここです。パッちゃん、パッちゃん聞いたね、はい、ということでフクロモモンガちゃんをお迎えです。フクロモモンガはね可愛い、本当にこのギョロメちゃんはねちょっと威嚇しちゃう子なんですけど、ちょっとこの間ねあのいろいろツイッターで揉めたりもしてたんですけれども、まあそれは置いときまして、はい、ギョロメちゃんはちょっと威嚇しちゃう子なんで、私が抱っこするとね嫌がるっていう傾向があるんですけれども、ギョロメちゃん と、パッチちゃん、今あの胸のところにいたねパッチちゃんです。はい、生活にこうペットがいるっていうだけでこう癒しが生まれてね、いいね。あともともと私動物が大好きで、責任を持ってね、寿命まで飼育させていただいたりとかしてるんですけれども、今までも、ま、前の動画に上がってましたけどハリネズミね、ハリネズミは4年ぐらいで亡くなっちゃったのかな、うん、ハリネズミちゃんはねちょっと短命でしたね。急に突然死という形で病院にも行きましたけど、原因不明だという話になりました。あの骨が折れてたとかもないので、うん、ちょっとわからないねという形だったんですけれども、まあ、ハリネズミを飼ってたりウズラちゃんを飼ってたり、ウズラちゃんもね結構短命でしたね、うん、とかまあシマリスを飼ったりだとかもしてましたし、あとウーパールーパー、まあねシマリスも短命でしたね。シマリスに関してはでも6年生きたのかな、あれはシマリス6年ぐらい、ウーパールーパーに関しては1年半かな、あいつは多分長くないんだろうな、そもそもかな。ウズラちゃんもはね長く生きた子でも2年、大体が1年半ぐらいで亡くなっちゃうのかな、あんまり長い寿命の子ではなかったんですけれども、初めてちょっとね寿命の長めの子フクロモモンガちゃんを購入させていただいてお迎えしたんですけれども、フクロモモンガちゃんは寿命がおおよそ10年ほどなので、ここから10年先ぐらいまで一緒にいるっていう形になるんじゃないかなと。なので今はねこんなギョロメちゃんはね私にこう慣れてなくて威嚇しちゃう子なんですけれども、ゆくゆく慣れていってくれたらいいなと思っております。
まあ、あの餌は手からねたまに食べてくれたり、抱っこはさせてくれないけど頭のところなんてさせてくれたり、ただ急に手を入れるとやっぱ怒るっていう感じの臆病な子で、今胸にいるパッチちゃん、パッチちゃんおいで、出ておいて。パッチちゃんはね、あのブリーダーさんからお迎えした時からもうベタベタな子で、こんな感じでね慣れてる子なんですけれども、急に出たからごめんね、あの戻してあげるよ。はい、あのまあ、パッチちゃんを迎えた理由はギョロメちゃんがね私にやっぱり慣れてくれない部分が多くて、であんまりなんだろう、私のことでストレスになっちゃうのも嫌だなと思ったんですよね、あのギョロメちゃんが。なのでギョロメちゃんも同種、あの同じね、あの仲間が来ると少しでも落ち着いてくれたりとか、あの威嚇が収まってくれたりしないかなっていうのと、あと私がやっぱり日中いない時、寂しさっていうのがないといいなというところでお迎えいたしました。なんでねギョロメちゃんの写真っていうのはそんな多く今出てないんですけれども、あの無理やり抱くとやっぱり怒って私に噛みついたりっていうのが多かったんですよ。結構無理やり触ってたんで、ちょっと距離感が近すぎたんだと思うんですよね、私からギョロメちゃんに対して。なのでその距離感を少し縮めるように、縮めるというか少し距離を置くようにして、ゆっくり縮めるようにするためにも、まあ、あの新しい子を迎えして寂しさを紛らわしたりだとか、あと冬場一緒にいることで温め合ったりだとかっていうところで、あのパッチちゃんとギョロメちゃん自体はとても仲が良くて、たまにまあ小競り合いみたいなのはしますけど、大きな喧嘩はしてないので、あの関係的にも良好、お二人とも仲良しっていう感じになってるんで、あとはギョロメちゃんが少しずつ私に慣れていってくれたらいいなというところです。一応ね、あの名前の由来を言うと、ギョロメちゃんは目がやっぱり特徴的だったんですね、あのフクロモモンガちゃんはね、あの迎えた時にそこにいる、モンスターズインクのマイク・ワゾウスキーでね、あだ名でギョロメちゃんって呼ばれてるんですけれども、そのギョロメちゃんというのをそのまま命名した状態になります。でパッチちゃんなんですけど、これはもう完全な連想ゲームです。マイクといえばマイクの相方ってサリーですよね。でサリーって私が大好きなね、ナイトメアビフォークリスマス、あのこのジャック君ねの、ところにもサリーっていうキャラクターがいるんですよ、こういう風に。でギョロメちゃん、サリー、そしてナイトメアビフォークリスマスのサリー、ナイトメアビフォークリスマスのサリーは継ぎはぎ衣装を、継ぎはぎ衣装ということは、それを英語に言い換えるとパッチワーク、そこからパッチっていう形にしたんですけれども、実はダブルモチーフで後々気づいたんですけども、あの仲良くしてくれてるフクロモモンガの飼育者の方に言われてハッと気づいたのが、パッチリお目目もいけるよねということで、パッチリお目目プラスパッチワークというところからギョロメとパッチっていう名前になりました。いやー、目に関連する名前になってて可愛いなって個人的には思いました。はい、なのであそこがね、あの今ギョロメちゃんが入ってるんだけど、あれはサリーのね、あのマスク、あのディズニーストアで売ってたマスクを改造して作った、あのなんだっけ、ハンモックになってて、あのこれはね、あのお世話になってるブリーダーさんから購入させていただいたものだったりとか、あとはディズニーストアに売ってた靴下をね、上りのところに使ったりとか、あとはこういう感じでオブジェにしたりとか、あそこは寝床になってます。たまにあの中でね寝てるんですよ、2人でっていう感じですね。はい、で最後、今年買ってよかった、もらってよかったものランキング、ドン、ガチャガチャ。はい、これはねもらったばっかりなんですけど、この間のクリスマスにねまだもらったばっかりで、ランキング入りするのもあれなんですけども、実はね会社の倉庫にねずっとあったのは知ってたんです、これが。で欲しかったんですよ、ずっと本当に欲しかったの。なんで欲しいねって話なんだけど、すっごい欲しかったの。まあただジャンクだからね、あのこの辺ね、あの鍵じゃなくてテープで止まってたりとか、あと下に関してはハンドルついてなかったりっていう感じなんだけど、ジャンクでもちゃんと動くのよね。でガチャガチャとして遊べるし、なんかね無限にガチャガチャを遊ぶっていうのがちょっと夢だったんですよ、多分男の子の夢かもしれない。それがね実際手に入ったらもう最高、結構遊んでるよ。何にもないのにガチャガチャポロンって入れて、あのガチャガチャガチャって回して、あの中に入ってるもの取ってとりあえずポンって戻したりみたいなことをしてて、いやー結構いいよこれ。って言っても簡単に手に入るものじゃないんだけど、だからね手に入ってよかったです。
そう、会社がちょっと引っ越しとかも決まって、廃棄するものを出さなきゃならないということで、ずっと置いててもあれだから廃棄しちゃうらしくって、だったらくださいということでもらいました。一回だけやっていこうか。はい、今ね軽く景品入れたんですけど、苗とるが入ってますね。私があんまり必要としてないコレクションの中のものをねちょっと入れさせていただいて、親とか来た時にガチャガチャ引かして持ってっていいよってやろうかなみたいなことを考えております。っていうところですかね、今年買ってよかったもの。なのであそこにある食洗機、ベッド、近いベッド、ベッド、そしてパソコン周り、そして袋をももんガチャン、そしてガチャガチャというところが私の今回のランキングになるかなと思います。皆さんは今年買ってよかったもの何かございますか？あとこういうのは買わないんですかとか、あれおすすめですよみたいのあったら、よかったらコメント欄にね残していってください。あと私もこれ使ってるよとか、いや私ねこれ良かったんだよねっていうのもあったら、よかったらコメント欄に残していってください。ぜひぜひいろんなコメントねしていただければななんて思っております。ということで本日は、2021年買って良かったものランキングでございました。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。